南美子が語るナンバーアンダーライン愛への愛情とテレビ業界への情熱の裏側若い世代とのギャップを超えてナンミキコが語るナンバーアンダーライン愛との絆ナンミキコの新たな挑戦若い世代への応援メッセージとはナンミキコさんは特に若い世代の才能を見出し応援する姿勢を強調しています彼女はグループナンバーアンダーライン愛に対する強い賞賛の気持ちを表しています ナンバーアンダーラインアイは新進気鋭のアーティストグループでありその斬新なパフォーマンスやクリエイティブな作品で知られています南さんは彼らの才能と情熱に感銘を受けその成長を見守りながら応援を続けています南さんは私はナンバーアンダーラインアイが大好きで応援しているんですだけどあの世代って私のことは何者か分かっていないと語り 彼女と若い世代との間には世代間のギャップがあることを認識しつつも、そのギャップを乗り越えてコミュニケーションを図る姿勢を示しています。彼女は若い世代とつながることの重要性を強調し、彼らの視点やアイデアを積極的に取り入れようとしています。南さんはナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスや作品に対して、深いリスペクトを持っています。彼女は彼らのクリエイティブな表現力やエネルギーに魅了され、 その活動を通じて自身も新しいインスピレーションを得ていると感じています。彼女は、彼らのパフォーマンスを見ていると、本当に心が震えると述べ、彼らの表現力が彼女の心に強く響いていることを明かしています。また、南さんは n バー,ア,ンダーラインアイのメンバー一人一人の才能や個性を尊重し、その成長を見守りながら、彼らの将来に大きな期待を寄せています。彼女は、 彼らは本当に素晴らしい才能を持っている。これからどんな風に成長していくのか、本当に楽しみです、と語り、彼らの未来に対する期待を表しています。南さんは彼らの活動を通じて、自身も新たな挑戦を続ける意欲を高めています。彼女はまた、若い世代と積極的に交流し、彼らから学ぶことの重要性を強調しています。彼女は、若い世代から学ぶことは本当に多い。 彼らの新しい視点やアイデアは、私にとっても大きな刺激となっています、と述べ、若い世代との相互交流の中で自らも成長していることを認識しています。彼女は、若い世代との交流を通じて、自身の視野を広げ、新たなインスピレーションを得ることを大切にしています。南さんは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーと共に活動する機会があれば、積極的に参加したいと考えています。彼女は、 彼らと一緒に何か新しいことに挑戦できたら、本当に素晴らしいと思います、と語り、彼らとのコラボレーションに対する期待を表しています。彼女のこのような姿勢は、若い世代にとっても大きな励みとなるでしょう。南さんのナンバーアンダーライン愛に対する賞賛と応援の姿勢は、彼女自身の人生やキャリアに対する前向きな姿勢を象徴しています。彼女は常に新しいことに挑戦し続け、 変わり続ける世界の中で自らの役割を見つけ、進化し続けています。彼女の未来には、さらに多くの可能性と機会が待っているでしょう。彼女のこれまでの努力と情熱が、これからも多くの人々に勇気と希望を与え続けることを願っています。南美キ子さんの新たなチャレンジ。ナンバーアンダーライン愛への愛情を込めたメッセージ。南美キ子さんが語るナンバーアンダーライン愛への愛とテレビへの情熱の裏側。 南美紀子さんは、テレビ朝日の女性アナウンサーとしてスタートを切り、数々の番組で活躍してきた。彼女の名前は多くの人に知られており、彼女の生き方や仕事に対する情熱は多くの人に影響を与えてきた。特に、彼女が新たに行島企画室に所属し、新たなチャレンジを始めたことは、彼女の人生の新たな章を象徴している。南さんは、エッセイや講演会の仕事もいただきますけど、 やっぱりテレビが好きバラエティや音楽番組にも出たいと語りテレビへの愛情を強調している彼女は特に音楽番組でのイントロの音付けをやりたいと語りプロフェッショナルな仕事への情熱を見せているこのような彼女の姿勢は若い世代にとっても刺激となるだろう1977年にテレビ朝日に入社した南さんはその後多くの番組で司会を務めた 当時のテレビ業界は、ただ女性アナウンサーの役割が限られており、南さんはその中で自らの存在感を示していった。彼女の同期には、吉川美代子、三雲高江、増田由美など、後に名をなすアナウンサーが多くいた。南さんは、当時、80年のモスクワ五輪の独占放送権を獲得したテレ朝は、私の同期で古千一郎さん、渡辺典次さん、宮島康子さん、 と9人のアナウンサーを採用したと振り返る彼女は短大を中退し、テレ朝に入社した。彼女のキャリアは順風満帆とは言えず、バラエティ番組での司会を担当する際には、衣装に困ったこともあったという。歌手の人たちには、スタイリストやヘアメイクがついてくる。だけど、私の場合には、全くそういうものがないと彼女は語る。彼女は実家から通い、 給料をほとんど使わずにやりくりくしていたしかし、ディレクターの紹介で、ビギグループのオークス優二社長と知り合い、衣装を借りることができた。このような支援があったからこそ、彼女は困難を乗り越え、キャリアを築いていくことができた。1986年にテレビ朝日を退社し、フリーランスとして新たなスタートを切った南さんは、その後も多くの番組で活躍した。 彼女の仕事に対する情熱は衰えることなく、常に新しい挑戦を求め続けている。彼女は、独立してワイドショーの司会を担当したときは、結婚も離婚もしたことないのにやれるのかとも言われましたと語り、挑戦を恐れない姿勢を見せる。彼女は結婚、離婚、子育て、介護といった多くの経験を経て、今ではその経験をもとにした意見を発信している。南さんは、今は結婚、 離婚、子育て、介護も経験しました。笑い。よく、すごく若い人がコメンテーターに呼ばれることがありますけど、自分が体験したことに基づいて提言していけたらと思っています。と述べ、自身の経験を通じて他者に影響を与えることを大切にしている。彼女の生き方は、多くの人にとってインスピレーションとなるだろう。彼女は、人生100年時代を迎え、まだまだ元気な生き方を続けている。 その姿勢は多くの人に勇気を与えるだろう。彼女のキャリアや人生に対する情熱は多くの人にとって学びとなるだろう。南さんのこれからの活躍にますます期待が寄せられている。南さんの人生は多くの経験に満ちています。その中でも彼女が特に誇りに思っているのは数々のテレビ番組での司会業です。彼女は ショーアップ歌謡大作戦で山城慎吾さんとコンビを組んだり、関口博さんと歌謡ドッキリ大放送2ビートとクイズマガジンを担当したりと、多彩なジャンルでの活躍を見せてきました。これらの経験は彼女にとって大きな学びとなり、彼女のスキルや知識を深める重要な要素となりました。南さんは1986年に OH ・ エルクラブの司会を田中康雄氏と共に務めている最中に退社し、フリーランスとして新たな道を歩み始めました。その後も、日本テレビ系、芸能スクランブル、EX テレビ、ザワイド、フジテレビ、バイキングなど、多くの番組でその存在感を示し続けました。彼女の語るエピソードからは、テレビ業界への深い愛情と情熱が感じられます。また、彼女はフリーランスとしての活動を通じて、 多くの経済的な成功も収めましたバブル時代には、今でブランド品を買うことができるほどの収入を得ていたといいます。彼女は、年に3回は香港に行ってブランド品を買ってました。ちょうどブランドブームの時で、本当にお買い物天国と回想します。このような成功は、彼女の努力と才能の結果といえるでしょう。私生活でも、南さんは、多くの経験を重ねてきました。 1995年に結婚し、翌年40歳で息子を出産しました。当時は高齢出産とされましたが、彼女はその経験をもとに、40歳からの子育てという本を出版しました。執筆活動も彼女の得意分野であり、彼女はこれまでに多くのエッセイや連載を手掛けてきました。彼女の執筆は、女性の生活や美容に関するテーマを中心に展開され、多くの読者に支持されています。 南さんのこれからの目標は、さらに多くの人々に自身の考えや経験を伝えることです。彼女は、もっとテレビで自分の考えを発信していけたら、と語り、その意欲は衰えることがありません。彼女の経験に基づいた意見は、多くの人々にとって貴重な学びとなるでしょう。南さんのキャリアは、女性アナウンサーとしての道を切り開き、テレビ業界における女性の役割を広げる一助となりました。 彼女の挑戦と成功は、多くの女性にとって励みとなり、彼女の後に続く多くの女性アナウンサーたちに影響を与えています。南さんは常に前向きであり、新しいことに挑戦し続ける姿勢は、多くの人に勇気を与え続けています。彼女の現在の活動も、常に新しい挑戦を求める姿勢が見られます。彼女は、私は、ナンバーアンダーライン愛が大好きで応援しているんです。だけど、 あの世代って私のことは何者か分かっていないと語り、若い世代とつながることの重要性を強調しています。彼女は若い人々の中に飛び込み、新しい視点やアイデアを取り入れながら活動を続けています。南さんの物語は、挑戦と成功、そして新たな道を切り開く勇気の物語です。彼女の人生は、多くの人々にとってのインスピレーションであり、 そのの姿勢はこれからも多くの人に影響を与え続けるでしょう南さんのこれからの活動に期待しつつ彼女のこれまでの歩みを振り返るとその一歩一歩がどれだけの価値を持っているかを改めて感じさせられます。